select your character. さあ、本当は逆の組み合わせを予定してたんですが、ここはマイスターが先方に来たということで、こちらの読みが外れた形。湯村のイザナミ先方戦。The wheel of fate is turning. Rebel one, action. 開幕 2D が当たる。特備パス打っていく。おっとジャン CC が当たるか。あーなんか重力が見えたぞ。さあ次だ。シエ飛び越えた。あーっと XC が飛び立つところをビットが捕まえてくれる。うまく拾って、しかしげだ。ここはどうだ、微妙なラインだな。続けて見に行きます。スライディングからよし、1ダメ当たる。もう1回、1ダメラピキャンからの下段。日本選手したのはイザナミ。2B さあ重力まだ残っているコンボになって、あっとまだつながる。ピックル 6B おーっと重力近すぎて当たる。チョコバガとはエクシーガが炸裂する。これはさすがに残らないか。怖いですね。さあ1-1でファイナルラウンド。6Bは全部当たる。打たいく、これはうまく拾った。さあ展開の日ボディ、これは EA が確定する。さあ2D、シンクロ飛び越えたように見えたんですか。C がロケロケブレード、ブレードガードまで良かったが、ラスキャン 6B が当たる。 4D さあまだ残るか。この時だけはよく抜けたが逃げながらジャンディリー勝利したのはマイスターのラムダです。じゃあ実況、何サボった、あ、コンボサボってた、すみません。あれ倒しきれた。確かにいつも他のミニア君とかしずくとかカイとか入れてコンボ伸ばしてんな、偉いなと思ったんで、ちょっとこれもします。俺がやろうとしていたゼルティーガーと、カーキュンサーグナの、おっと攻め取ってるな、ゼルティーガー。ジャンシーがカウンターしている。あ、これはヒット。
うわぁ西が最強と出てきてさあ、これはやっつけないのね、まだラグなのか、勝てるうわうまく埋められなかった、バグしてジェネがヒットあとこれは引っかかった一は戻ったな、かけんなくレベル2アクション。そう、回復動いている。ボディカウンター。画面端届いて、拾い直し。うわー、まただ埋められない。バックステードラがヒット。うわー、ダッシュドッグに DC がクリーンヒット。4200いったいスーパーヒットあーミスるんかいってところですがちょっとぐちゃってテイガが取っていく ETG で最終ラウンドなーセカウンターラグ直しうわ、これは素直にエドラが出るおいしいこれだが見えてましたねというのはガードしていたがうわーこれは隙間に出ねえいっぱい割っていくあと安いのでこれは回してない方ですね回さないと3600まで落ちるのうわそれにこれだかみ合わせて勝利していったなゼルくだなんでこうバックステ読んでんのに食らうのかマジムカつくんだけどこのキャロンとさあ、行きましょう。最下位決定戦です。1P が R プラチナ、2P が、ミーヤイザナミ。さあお互い速攻でバーストしていきますおっとここで殴り返していくあはは。エガの日遠くに行くかと思ったらというか普通に突っ込んでいった。これは時間稼ぎも兼ねてじゃあ打っていきます。さあまずはイザナミが一歩前進レベル2アクションおっとこれは君狩りになりませんでしたねオリックスバットからこれはガードされるのは分かっていたんですがといった感じで荒垣君でフォローしていくすべてを逃れ続け
っと関係ねー。盾は貫通していく。マギか裏からうまいことかわしていきました。勝利したのは、ミーヤのじゃねえや、リュウムラのイザナミです。じゃあ次はケールワイ対、私ですね。R 君から今質問来ましたけど、盾が消えないように一生火貯めてるのってあれ投げれないのって言われたんですけど、まあ投げれますけど、ビットがあるんで、投げに来てんなって言ったらビットで追い返してとかごまかせるんで、まあ一応投げは通ります。始まってますね。ジン対ラグナー、しゃがみ込んでしがめ走る。そういうちょっと警戒して固め直しにコパンで割っているのはケールワイ。これ表か裏かいつもよくわかんないで、表じゃんって裏カードってよく食らうんですけど、中段にコパンで割っている。当たらなかった、つながっていない。ラピカンでフォロー、いろいろと噛み合っている。あれ出ない。今のはどう響いてくるか。あーバーストしてに引っかかっている。ちょっと引っかかっただけなのに4100減る。中段は飛んでいる。怖い怖い。あこれはうまい。バーストははかない。VTR の選手は加減ラグナ。まだ足りねえだ。いやどうなんだろう、入っても難しいですね。おっと裏に持ったところを投げている。これは画面端に行きたくないとバースト。リバイダーで切り返す。成長、CC に対して成長、コパンが埋まっている、カウンター。おっと、これは当たっていたんですが、タッチを光らせてしまった。うわ、これは当たらない。どうなる？おっアフラ入らずに KLI が一歩取り返す。最終ラウンドですが状況はラグナが優勢。危ない。これはバース美味しいのでは。感覚感覚取って、あー出たー。裏ディワイダーからしっかりと倒しきる。2D からアストラルヒートってなんでこなん、入んないよね。なんで入ると思ったんだろう、わかんないけど、勝利したのは、私となります。さあ本日、今年最後の週末大会の、まあ、事実上決勝戦と、なります。2勝同士の対決、勝った方が優勝という分かりやすい。1P 側がゼルテイガー、2P 側がミーヤリザナミとなります。すげえとこ殴られた。ドライバーして熱波してたらスレッジが当たって大惨事になる。
さあ結果オーライだぞ。エンドコンボいってさあ取る、当て張って、あーっと中段届かない。アークボルト、うん、ボディして、これは、6B に確定。ドライバーが入る。選手としての心よ、一本選手したのはテイガー。さあ上り中だ、からさあいろいろ当たる。上り。あー、これはテイガー苦しいですね。そしてキャッチコモ投げは紫で上げだ。ちゃんと抜けた。さあどっからでも上り中段が飛んでくる。画面中央でもいけるんですね。一本選手取り返してファイナルラウンド。なんと 6B が立ち上がりに潰された。バルボルトは飛び越える。スライディング、そうそう、斜めスパークアークを切る。さあ爆撃コイルは冷静にかわして、ちゃんと確定で歩行を当てている。えらい。さあ、先方で勝利したらミーヤのイザナミです。イザナミウィン。さあ、仮にどっちかを倒すとしても、もう一人も倒さなきゃいけないというのがこのチームの非常に厄介なところですね。さあ 1P 側が、マイスターのラムダ、 2P 側が、サーディのイザナミ。おっと、スライディング遠いところ当たった。ロクビあっと、これは、コパン暴れが通る。おーおおお、タッチ重ねからロクビバースト。中断。さあ受け止めよ。しかしげなんだ、見えず。一方選手したのはイザナミ。グレードガード、エクシーがノーマルヒットだ。あ、まだカウンターだが拾えない。手を張って、おっと、これはいいですね。あー、最後得た。時計体育は通らない。天下の日入れ替えて
ロクシーが当たってしまう。ワソレガシー打ってロクシーがさあ我慢我慢一部が当たる。スライディング何やっても倒すということで、いやまあそれはそうだろうという感じなんですけど、サメサメとしておりますが、本日の、優勝はサディ・ミーヤのダブルイザナミチームです。はい、拍手。パラパラ心出しは乾いて拍手な気がしなくないですが、おめでとうございます。まあ、この2人はもう今日は強制で分からせバトルをやってもらうんで、いや、いなみ同キャラかどうかは分かんないですけどね。まあ、ミーヤ対サディは今日やってもらいましょう、せっかくなんで。イザナミの試合でお金使わないから、こういうところでお金使わせていかないとダメですね。はい、というわけで、今年最後の週末大会はこれで終了となります。